皆さんこんにちは。2023年スポーツランドス号レースクイーンのはるかです。私は青森県出身なのでせんべい汁が大好きです。ス号レースクイーンとして皆様をサポートし、最高のレースをお届けできるよう精一杯頑張ります。さて、今回のアジアロードレース選手権の見どころですが、日本ではなかなか見られないようなオートバイがたくさん走っているそうなので、そちらにも注目してみてください。また今年4月にはスゴーカフェがオープンし、誰でも利用できるそうなので、ぜひおすすめの発酵カレーを食べてみてください。皆さん、6月24日、25日はぜひスポーツランドスゴーへお越しいただき、アジアのパワーと迫力を体感してみてください。私たちスゴーレースクイーンも笑顔でお待ちしております。